特に、まあ、ここにいない人しか異論はないとは思いますが異論がなければ始めちゃう系でもよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。では始めさせていただきます。本日はご参集いただきましてありがとうございました。本日、決心をいたしまして、特定秘密保護法意見訴訟、次回が11月18日に、判決という運びになりました。最初にですね、私はお詫びしなきゃいけないんですが、寺澤さんからも告知があったと思いますし、私も事前に告知はしてたんですが、今日はゲストスピーカーを呼ぶ予定だったんですが、私の怠慢でして、なかなか調整がうまくいかなくて、今回ゲストスピーカーはいないんですが、先生、お二人と、原告団の方から、パネルディスカッション的な感じで、スピーチいただいて、裁判報告にしたいと思っております。時間の変更っていうのはこれ1時までということなんで、1時ちょっと前、1時15分ぐらい前まで、お話をしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。途中はい、わかりました。途中ですね、質疑応答の時間も作るようにしますので、何か質問があればその時にぜひよろしくお願いいたします。ではまず今日のまとめとですね、これまでの裁判の経過とか位置づけとかっていうことを、お二人の先生からお願いしたいと思います。じゃあまず堀先生の方から。堀です。ちょっと私の方でですね、11時半から1時半ということで取ってしまって、おりましてですね、でところが、意外に早く終わったというわけではないんですけれども、皆さんこう上がってきちゃいましてですね、もう非常に焦りまして、弁護士会の方と一応話をしてですね、今のところ空いてるから、今回限り許してあげるということで、一応11時から1時ということになりました。いや本当にもう焦り狂いましてですね、どうなるのかと。で裁判の、詳細についてはですね、実質的な主任である、山下弁護士の方から、山下さんの方からご報告があると思います。私の方は、いつものようにですね、感想を得たところということで、簡単に述べさせてもらいたいと思います。ちょっと私、次の予定があるんですから、挨拶終わったらすぐ失礼しますけれども、提訴してからですね、今日まで約、1年半、当初はですね、こんなに持つのかという非常な危機感を持ってたわけですけれども、やはり毎回ですね、多数の傍聴の方がいらっしゃるし、原告の方たちもですね、毎回20〜30人は出席してで、裁判所を包囲していくと、そういうことによってですね、裁判所も101号法廷という東京地裁で一番大きい法廷を最初はね103、ということでですね、非常にこの裁判自体ですね、裁判所もそれの対応を迫られているということですね。で、審理の進め方にしてもですね、非常に本来であればですね、意見陳述とか あるいは口頭でのですね、山下さんがやったような意見といいますか、書面の内容を陳述するということは認められないんですけれども、特にこういう行政関係の国相手の裁判ではですね、特にそういう傾向があるわけですけれども、裁判所もきちっと要するに裁判の原則通りにですね、原告本人の意見を聞き、あるいは隊員の意見をきちっと口頭で聞いていくと、そういうことが実現できたと思うわけですね。で、内容的にもですね、国側の準備書面読んでいただければ分かると思いますけども、非常に薄っぺらなわけなんです。でこれに対して山下さんが力を込めて書きました準備書面、反論、国に対する反論、あるいはこちらの主張、これは非常にやっぱり憲法にのっとったですね、我々の主張がいかに正しいかということが非常に鮮明に出ているということで、本来であればですね、今の安保法案の国会の議論を見れば分かるように野党の意見の方が極めて正しい、で国家政府があるいはその閣僚たちのですね、説明がいかにひどいかと、これは特定秘密保護法についても言えることでしてですね、でただ現実問題としてはおそらく、判決としてはですね今度11月に、下されますけれども、国側の主張をそのまま認めるものになるだろうという可能性が極めて高いと思われます。ただ、これまでですねこういうその運動を作ってきて裁判所を包囲してきた。でさらにここでですね手を休めることなく今度はその判決、公正な判決をあるいはその憲法にのっとった判決をですね獲得するために、より一層のその運動なかなか難しいとは思うんですけれども、安保法案の関係でもですね、その運動などと、タイアップしてですね、秘密保護法についてもさらに運動を盛り上げていって、裁判所が、不当な判決を下さない、あるいは下すにしてもですねそれなりの成果があるような判決を獲得すると。それがためにですねこれからますます皆さんと共にですね運動を進めていくことが必要だと思います。一応私の感想を言ったところですので、どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ山下先生お願いします。どうも皆さん朝早くからお集まりいただきましてありがとうございます。この裁判ですね、今堀弁護士からもご説明ありましたけど、本当に1年半裁判が続いたこと自体がですね非常に画期的といいますか、これはもう一重に皆さんの毎回のですね傍聴が毎回のほぼ、大法廷でですね満杯の傍聴に来ていただいていることの結果だと思っております。でこの裁判ですね、本当に全国では2番目に起きた訴訟なんですけども、当初から非常にこの種の裁判は非常に難しいと、極めて短期間で結審されるんじゃないかということが懸念されていたところですけども、第1回のですね実は口頭弁論というのは大法廷ではない普通の中でもちょっと大きい法廷ではあったんですけども、第2回からですねこの大法廷、しかも一番大きい法廷を使うということになりました。で当初から、原告本人の意見陳述は行っていたんですけども、ターニングポイントだったのはですね確か2回目か3回目だと思いますけど、こちらから原告のですね意見陳述をさらにやりたいといったところを裁判長からですね、今日の今の裁判長同じですけど、要するにそういう意見陳述という形ではなくて証拠になるですねいわゆる本人尋問という形でやったらどうですかということをですね裁判長の方から言ってきたということがこの裁判の中では一番ターニングポイントであったと思います。そういうふうに裁判長にですね言わしめたのはまさにその法廷をですね埋め尽くす皆さんの傍聴人のですね圧倒的な迫力といいますか圧力というか、そういうものがあって裁判長もそう言わざるを得なくなったということですね。でその後誰をやるのかということなどを巡ったりする中で若干何回もか期日が重ねられ、で前回第6回のですね口頭弁論において林さんと寺澤さんの2人の原告本人尋問が実施されたということであります。この種の裁判でですね、つまりこの行政訴訟また国家賠償請求訴訟で、そういうしかもこれはどっちか憲法違反で無効だというようなことを確認を求める訴訟というのはですね、そもそも日本の裁判の中では当然には認められていない、裁判形式ですので、普通であればあっさりとですね却下するというまたは棄却するということができるんですけども、原告本人尋問をやるということはですね非常に珍しいことでありますし、つまりそういう尋問を認めたことということはですね本当に画期的なことであったと思っております。でしかも尋問内容自体もですね非常に本当に最近のですね情勢を踏まえた人質問題とかですね、それから寺澤さんの方では公安警察などの警察問題についての最近のあと自衛隊のですねさっきの隊員カードがありましたけども、自衛隊の問題など非常にトピックであり、かつこの法律が秘密保護法施行された後、そしてさらに安保法制が閣議決定された後のですね状況の中での非常に生々しいですね尋問が行われまして、非常にそういう意味で良かったと思っております。で今日はですね本当は前回ですね第6回のところで、普通であれば、まあ、決心しそうであったんですけども、まあ、たまたま被告の指定代理人がですね、こちらの出した準備書面に反論したいということで、まあ、1回述べて今日になったという経緯がございます。まあ、そういう意味では本当に第7回までですね、口頭弁論が開かれたということ自体もやっぱこの種の裁判としては極めて珍しいと思います。また当初はですね、まあ、被告の方はですね、本当に木で鼻をくくったような主張で終わるのかなと思ったらですね、意外とこちらがいろいろ主張したことに対して、まあ、徐々に向こうもですね、反論せざるを得なくなってですね、それなりの、お互いの主張が、まあ、深まったというかですね、だと思うんですね。そういう意味ではこの裁判は本当に一つはまあ43名のですね、フリーランスの記者などがですね、原告となったという点で極めてまあ珍しいと言いますかね、過去におそらく前例がない裁判であったということ、そしてまあ皆様が本当に原告本人の皆さんがですね、非常にまあ自分自身がライター等であるということで、非常にまあ文章などもまあ非常に達者であるということで、この裁判については本当に皆さんが出している陳述書ですね、それからまあ意見陳述、今日も黒藪さんありましたけれども、それぞれが非常に個性的であり、非常に密度の濃いものであって、私としてはですね、本当にこのいずれ、まあもちろんこれ、一審判決が終わっても控訴審最高裁までいくと思うんですけれども、いずれはこれを本当にまあ資料集としてですね、全ての主張、まあ、準備書面とですね、それからその証拠ですね、書を全てを合冊して資料集にしたりすることによって、この秘密保護法というものが一体どういう法律なのかということを知るためにも非常に貴重な資料になっているのではないかというふうに思っているところであります。それでまあ判決、さっきですね堀さんからの話がありました。もちろんこの判決はですね、結論はもうはっきりしていると思いますけども、ただ裁判所としてはこの秘密保護法について何も触れないというわけにはいかないわけで、何らかやはりそこにはですね、裁判所のこの秘密保護法に対する憲法違反であるというですね、原告らの主張に対しての回答といいますかね、裁判所の見解が明らかにされる。そこで裁判所としてはいくらでもこれが憲法違反でないというと思いますけども、その理由ですね、どういう理由でこの法律を憲法違反ではないというふうに判断するのか。一応そこは何もそこを書かないという判決はありえないので、何らかの判断が示される。そういう意味では初めてのですね、裁判所、まあ、初めてというか、まあ、なんて言いますか、ほとんど要件備えてない裁判で、この間上告までこの閣議決定がですね、憲法違反だという、確か集団的自衛権の閣議決定が憲法違反であると訴えた事件がこの間最高裁で棄却された。結構理由が書いてあったりしたんですけども、それとは違ってこの事件はかなり中身が議論されて判決をするので、やっぱり裁判所としてはそのこちらの原告の主張をそれなりに退けるための理由をきちっと述べざるを得ないという面があります。まあ、それで議会期日が11月になっているというのも、まあ、そんな簡単に書けるものではない、やっぱり多少その理由を書かざるを得ないということですから、まあ、裁判所はどう判断するのか、つまり司法というですね、一応まあ三権分立ということですので、まあ、立法府が作ったこの秘密保護法という法律について、裁判所、司法がですね、まあ、どういう判断を示すのか、私たちとしてはその裁判所にやっぱりきちっと判断をさせると、判断を迫るということがこの裁判の目的であったわけですけれども、まさにその裁判所としては何らかの回答をしないといけないということになっているわけでありまして、まあ、そういう意味では非常に結果はともかくどういう理由を書くのかということが私たちとしては注目点であります。でもちろん間違いなくこれは控訴、最高裁まで、上告までやるという裁判になると思いますけれども、とにかくその裁判所はどういう理屈でこれを集団的こんな安保法制なども合わせてですけども、一応この秘密保護法について裁判所の見解が1回明らかになると、まあ、もちろん今後ですね、静岡とか横浜とか広島とかそういうところでももちろん順次、いずれ裁判が終わってですね、判決が出ますけども、まあ、東京地裁というですね、東京地裁というところので出るということですから、大変影響力の大きい判決でもありますし、やっぱ今後の他の裁判にも影響すると思いますけども、それでは一番最初にですね出る判決になりそうですけども、まあ、そういうことで大変注目したいと思いますし、それについて私たちはやはりその内容をきちっと精査してですね、きちっとやっぱり批判をまたしていくと、そして控訴、最高裁、上告で争っていきたいというふうに考えているところであります。そういう意味では今後もですね、ぜひとも皆さんの傍聴、まあ、この次回は判決ですけども、高裁以降、まあ、最高裁はちょっと傍聴はないんですけど、判決以外はいずれにせよぜひとも皆さんの今後もやはり支援とですね傍聴をお願いして、何としてもこの秘密保護というとんでもない悪法をですね、についてやはり批判をし続けていきたいというふうに思っているところであります。そういうことでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今、まあ、堀先生の方からは被告側のですね、代理人の、反論が薄っぺらいって話もありまして、今一方山下先生の方からまあ裁判の経過の中で多少、向こうのそれなりのものを出してくるようになったっていう話だったんですけども、行政訴訟の場合はですね、なかなかそんな数が多いわけじゃないと思うんですけれども、行政訴訟の場合、ああいう代理人側のですね、態度っていうのはこちらとしてはどういうふうに評価したらよろしいんでしょうか。その辺もしできればこの訴訟の特徴はですね、通常は行政訴訟というのはいわゆる国の指定代理人というのはですね、なんていうかな、商務検事と言われている人たちが担っていて、その商務検事というのは基本的には裁判官が出向したりですね、あと検察官の一部の人がなってるんですね。ところが今回は実質的な被告はですね、法務、大臣とか法務省ではなくて、内閣情報室というところが実際は被告になっていて、そこの職員の人が指定代理になっているという点が特徴的なんですね。で、実際書いてるのもおそらくその内閣情報室の、要するにこの法律を立法したところですね、立法したところの職員が一生懸命反論を書いている。だからちょっといつもと違った展開になっているところもあると思うんですけども、だからもうまさにこの法律を作った、立案して立法して、でその後解説書も書いているというですね、そこがこの準備書面も書いているというところで、これはおそらく他の地方の裁判所のいくつかの事件も同様なんですけども、そういう意味で非常にちょっと普通の商務検事のやり方とは違って、かなりやっぱり一生懸命彼らもですね、自分たちが作った法律そのものですので、その分若干ちょっといつもよりは詳しめになんか反論してきているのかなと、ちょっといつもと違う展開になって、その辺だと思います。ありがとうございます。彼らのプライドもあるんでしょうということだと思います。それじゃあ黒岩さんの方から今日の陳述というか堀先生、ありがとうございました。今日の陳述の趣旨とですね、それとそこでは説明できなかったことなど、補足などがありましたら、それも含めてお願いいたします。今日陳述したわけなんですけど、ちょっと全体の長さがかなり長かったもので、若干省略したわけなんですよね。で、省略したがどこかというと、最初の出だしの部分なんですね。1945年の夏、マンハッタン計画が生み落としたばかりの人類最初の原子爆弾が広島と長崎の空で炸裂しました。この時、都市に原爆が亡くなった人は21万人という、その部分がずっと省略されているということですね。それからもう一つ省略したところで大きなところは、林さんの情報公開に関して、後藤健二氏についての情報は全く出ずに、湯川春菜氏の、民間軍事会社についてのですね、情報も特定秘密に指定されているのではないのかなということを述べたんですけど、その次にの部分がちょっと省略してあって、私が個人的なのか他の人も思っているのか、それはちょっと分からないんですけど、民間軍事会社っていうのは、いわゆる民間のこれ戦争に協力する会社なんですけど、そこのですね、代表を務めていた湯川さんという方がシリアに入ってこう演習をしたりしているわけですよね。自分のフェイスブックでもこう紹介していたわけなんですけど。そういう行動をですね、非常にさまざまな点からこれ懸念されるわけですよね。例えば戦争の民営化の可能性とかね、ああいうところですから、ゲリラ戦ということを当然想定していくと思うんですけど、ゲリラ戦になるとですね、米軍とか日本の自衛隊が行っても、これやっぱり血の利ということがありますから、全くこれ勝ち目がないわけなんですよね。そうするとどうしてもその現地から傭兵をこう捕まえてきて戦争に参加させるという戦術が現実的であるし、実際そういった例があるわけなんですよね。例えば80年代にですね、ニカラグアなんかをこう取材してたんですけど、ニカラグアのこう革命が起きた後ですね、アメリカがそのニカラグアの革命政府に対して内政干渉というか潰そうとしたわけですよね。しかしその70年代にアメリカはベトナムでもゲリラ戦で全く対抗できずに敗北してしまった、そういう歴史があったもんで、80年代のですね、ニカラグアとの紛争ではですね、コントラという傭兵の部隊を使ったんですよね。現地の人にこう戦争させて新しい政府を攻撃していくと、こういうパターンがですね日本でもこれ想定されてるんじゃないのかなと思って、その湯川氏の民間軍事会社の行動がどういうものだったのかなということを非常にこう懸念したわけなんですよね。全くところはこれに関する情報がないとなればですね、情報もないし議論もないと、非常にこれ危険な状況じゃないかなと思って、こういう問題提起をする意味でこの部分の記述もこう付け加えました。大きく省略させていただいたのはこの部分なんですね。はい、それから裁判官、一番最後の方で裁判官にどういう人なのか、どういう人っていうかいわゆるこう人を裁いたりですね、特策について裁いたりするこう特権を持っている人だというようなことを言ったわけなんですけど、これ考えてみたら分かるんですけど、普通の人はこういう特権っていうのは絶対持てないわけですよね。裁判官だけが人を裁いたり国策を裁く特別なこれ権限を持っていると。この権限はある意味では尊敬するにね値するんですけど、それだけにきっちりした判決を下してほしいという意味でこういう何て言いますか、裁判官には人や国策を裁くただならぬ特権が付与されていますというこう表現を使ったわけです。大体ちょっと今言ったようなところが補足点なので、公になった意見書ですからこれもう一度見ていただければと思います。じゃ以上です。ありがとうございました。じゃあ続きまして大島さんの方からこの裁判の、まとめっていうか今までのですね感想も含めて今おっしゃりたいことを含めてお願いします。裁判の感想というよりはやっぱり僕たちがこの裁判をやってる間に安保法制とか秘密保護法が何のために作られたかという、ある意味その本体の部分の安保法制っていうのが実にはっきり見えてきたわけですね。秘密保護法、安保法制が本当に国を守るためにということだけだったら、なぜこの秘密保護法が作られたか、こういうことを言って政府その後自民党の中で皆さんご存知のように沖縄の新聞は潰してしまえと、こういう声が出てくるように彼らが自分たちの政策に都合が悪いとこは、潰す、しかも法律で、持って、引っ掛けたり、いろんな情報を情報開示を求めても出さない、自分たちで取材すれば捕まえる、そういうような、形の国づくりがどんどん進んでることだと思います。例えばですね沖縄では今、新基地建設に対して住民が反対してるんですけども、米軍基地から海に出て50メートルは米軍基地の運用を助けるためにっていう形で、法律的に海岸から50メートルまでは米軍基地の刑事特別訴訟法が警督法が適用されるという形だったものが、去年の新しい調査が始まる直前になって、それがなんと50メートルが2キロに変えられたわけですね。50メートルの距離を法律を変えて2キロというとんでもない大きさにして、でその2キロのしかも外側で反対運動をしている人たちに対して海保が船を沈めたり首を絞めたりしている、こういうニュースが日本ではあまり流れてこないんですが、これで地元紙に流れてやっぱり国会なんかで問題になった時に、海上保安庁なんかでですね記者会見をやってですねそれは誤報だと、自分たちはしてないという形でやったんですね。でこれに対して琉球新報、タイムズの沖縄の2紙は呼んでいない、記事を掲載した新聞社は、呼んでいない、でなぜ記者会見なのに呼ばないのかということだったら、あれは単なる懇親会であって別に皆さんを呼んだわけではないという形で、記者クラブの中でのその情報コントロールも露骨に始まっているし、それ以外の取材に関しては、独自取材は全部秘密保護法で潰す、本当にそういうような自分たちの気に入らない意見だったらば、そういう形でやっているということが今は見えてないかもしれないですけれども、50メートルの、制限区域を2キロという距離まで変える、当たり前のように変える国ですから、いつ状況が変われば、やるかもしれない、そういう心配は常に持っていなければいけない。そのためにはこの秘密保護法という、こういう、今は法律だけでおとなしく、動かないような形をとっていても、状況が変わればこれがもうてきめんで猛威を振り始める。でそのために僕たちは何としてもこの法律を潰していこうと思います。ありがとうございました。寺澤さん、じゃあ次回しあった方がいいんじゃないの？回した人全員回した方がいいですよ。一人一人じゃあ、そういうことなので原告団の方から一言ずつお願いします。原告の一人でありますルポライターの明石翔士郎と申します。今日皆さんどうもありがとうございました。じゃあ一言、実は、今朝なんですが、今国会で大変話題になっております共産党の小池さんという方が暴露した自衛隊の資料ですか、あれをちょっと早起きして読み込んできたんですが、インターネットでもうすでに公開されております。もうこの中にいらっしゃる方もご覧になった方いらっしゃるかなと思いますが、原告団の皆さんご覧になってます？それこそじゃあ、原告団の、ホームページにアップしてもいいのかなと思いますけれど、なるほど、かいつまんで言えば法律ができる前に、粛々と、こういうことを進めてるんだなと、いうことが大変よく分かる、資料でした。おそらくこれ特定秘密に指定されてもおかしくないような内容かなと、思ったわけですが、実際じゃあそれをどういう、ルートでですね入手したのかという捜査が始まっているとの報道もありますし、小池さん含め、共産党の入手に関わった皆さん今後どうなっちゃうのかなと、その時に、誰かが逮捕されるとすればどういう、罪名で逮捕されるのかなと、いうことに関して大変関心を持ってます。まだまだなんて言いますか、やらなきゃならない、僕ら、ジャーナリストとしてやらなきゃならないこといっぱいあるかとは思いますが、今日はとりあえずこれで決心と、いうことで一区切りかなと、思ってますが、自分なりにいろいろと知恵を出しながら、この問題に取り組み続けていきたいと思います。どうぞ今後ともよろしくお願いします。原告団の末席を横してます。中浦と申します。普段あんまり、こういう問題に関わるような問題を扱うようなレポートとかやってないんですけども、昔は原発問題とかやるようなこともやってたんで、罪滅ぼしみたいな意味で末席で今やってるわけですけれども、この裁判始まった時はなんかこうどうなるのかなと思ったら、確かに皆さんおっしゃるようにここに来て安保法制とかいろんな問題が一気に進行してきて、最初尋問も明石さんが原発問題について言おうかとか言ってたのが、IS の問題だったりとか自衛隊の家族のカードの問題とか、そういうビビッドな問題がどんどん裁判進むにつれて進んできて、物事が明らかになってきてると、そういう状況だと思います。それでこの前山本太郎議員が今回の安保法制も、それから特定秘密保護法も、原発再稼働も、TPP もみんなこうアメリカのそのアーミテージが2012年に作ったレポートの中に書いてあることをそのままコピーしてんじゃないかと、完コピじゃないかみたいなことを言ってましたけども、あれに関してもまああんまりテレビのニュースでやらないと、なんでやらないのか不思議なんですけれども、まあそういうことをこう進めていく中でこの裁判っていうのもまあいろんなことを明らかにする意味では意味のある裁判だと思いますんで、まあ多分判決は僕らが勝てるとは思いませんが、まあ意味はあるということで、進めて、まあ今後先ほどの話だと高裁最高裁といくような話らしいので、そのまま、どこまでも、疑問をですね差し挟み続けていきたいと思ってます。以上です。ちょっと待ってください。原告団の人間で、先に退出する予定のある人はいませんか？そしたら先に話してもらっちゃいますが。ないですね。じゃあ皆さんお願いします。原告の岩田と言います。横浜訴訟について後の方の各地の報告のところでやります。で、今日の裁判の風景見てて、皆さんもお気づきになったかもしれないですけど、3人裁判官いましたけど、一番左側の裁判官が気になって非常に舐めたような表情をしてまして、私はガム噛んでんじゃないかと思ったんですが、非常になんかニヤけたような感じの表情をしてて、本当に真剣に裁いてくれるんだろうかということが気になりました。で、原発再稼働の仮処分で、これを差し止める判決を下した裁判官は家庭裁判所に異動になったわけですけど、日本の裁判所っていうのはそういうふうに、我々にとっていい判決、国にとっては悪い判決を出す裁判官というのはどんどん移動するという、まあ、移動の中で今回原発再稼働を止めるという判決を下したんですけど、まあ、そういう傾向があるもんですから、非常に裁判所は本当に三権分立で独立しているのかということが気になります。まあ、勇気を持った裁判官がもっと出てもらいたいと思うんですけども、今日の、左側の裁判官の表情を見ても、まあ、ちょっと、がっかりしたようなところがありますんで、しかしでも毎回本当にたくさんの人が来てくれたということが最大の、大きな裁判所に対する圧力になったということは間違いなくそう思います。ここまで口頭弁論が何回も伸びてですね、行うことができたのは皆さんのお力だと思います。本当に感謝申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。ほとんど無能だった豊田と申します。その判決の内容についてどうなんだろうってことを、思ってたわけですけれども、でも堀弁護士も山下弁護士も1年半こういう形で続くとは思わなかった結果がここにあるわけで、やっぱりあと、11月18日まで、今日集まっていただいた方々を含めて、もちろん原告も含めて、どういう今度は法廷の外で、流れを作るのかによっては、まだ一度の望みが、ないわけではないだろうと、そのくらいの希望がないと早く亡命した方がいいのかなというふうに思える今の日本の状況の中で、亡命しなくてもいい方向を、皆さんと作っていただければと、作っていきたいなと思うような、今日の結集であったことに、感謝申し上げます。ありがとうございます。はい、フリーライターの岩本太郎と申します。原告団の末席に、名前を連ねております。まあ、これはこの間ちょっと別のところでも言ったんですけれども、まあ、今回原告団という形でですね、ジャーナリストたちがですね大勢いるわけなんです。名前を連ねて顔を連ねてるわけなんですけど、どっちかっていうと原告っていうより被告になってるようなジャーナリストの人が結構多いんですよね。だからまあ本来的にはですね、ジャーナリストって俺たちは法を犯してでも情報を入手して記事を書くぜっていうのをですねやる存在であるわけなんですが、そうしたジャーナリストやまあフリーライターたちが、これは違法であるっていうふうな形を訴訟 で起こすっていうこと自体が結構皮肉なことではあるんですよね。ある意味まあ状況がそこまで追い詰められてきたのか、フリーライターのジャーナリストたちがそういうことをやらざるを得ない状況になったんだよっていうことをですね、そういうこともメッセージも含めて訴えていく上でこの訴訟というのは非常に大きな意義があったんじゃないかというふうに思っていますし、1年半やってみて、この間国会前とかもですね結構盛り上がってきてメディアでもかなり取り上げられるようになった。やっぱり暴れがいがあったという感じなんでしょうね。私はちょっと末席なんであんまりいろんなことやってなかったんで、あんまり偉そうなこと言えないんですけれども、判決は11月18日ですが、この先しばらくはちょっと暴れがいがありそうですので、楽しみですよね。はい、これからもよろしくお願いします。原告団の早川と申します。今日はどうもありがとうございます。私も岩本さんとかと同じで、国会前に今安保法制とかの取材に時々行ってるんですけど、やっぱりもうその早い時間に行かないともう駅をそのコントロールされちゃって、普通に歩いていこうとすると前の方までたどり着けないっていうのがあるんですね。で、私なんかはその取材をしたいので、もうとにかくすぐに一番前の方にまで行きたいんですけれども、その他の人たちと一緒にその並んで歩かないといけないと、いつまでたっても絶対たどり着けないような感じなんですね。それでその時に今まで私はビデオカメラを持って取材なんですけどって言っても、いやダメダメって言って押し返されてしまうので、自分でAmazonでこういう腕章を買って400円ぐらいなんですけれども、それで自分で報道っていう風にワードで作って印刷をしたんですね。でこれで目くらましじゃないけれども、お疲れ様ですって言って通してくれる時もあれば、そうですか、じゃあどちらの方ですかって言われて、それでフリーなんですけどって言うと、じゃあダメですみたいに言われてしまうこともあるんですね。でそれがすごく悔しくてどうしたものかなと思ってるんですけど、山下弁護士がおっしゃったように、その裁判の勝ち負けっていうのももちろん大事なんですけど、やっぱり国を訴えた以上はその裁判官が今もこちらから問いただしてますけれども、フリーの、ジャーナリストだけじゃなくってカメラマンとか映画監督とか編集者とかそういった人も秘密保護法とかの対象になるのか、それ以前にジャーナリストとして認めてもらえるのかっていう上で、私はすごく判決に注目しています。それでもし今後も安保法制とか何かの取材でじゃあどちらの報道機関なんですかっていうふうに言われた場合は、カメラを向けて、今裁判中なので現場の警察官はどういう意見をお持ちですかっていうふうに取材したらまた突破できる可能性が、カメラ向けられると嫌がる人が多いので、そういうふうに。今私は情報収集してるんですとかって言うと、もう面倒くさいからこの人通そうみたいな、そういう風になるんじゃないかなとも期待しています。まだこの先も続きそうなんですけれども、皆さんと一緒に頑張りたいと思いますので、どうぞご支援よろしくお願いします。ありがとうございました。私も原告団の末席に加えさせていただいてます、フリーライターの酒井と申します。特定秘密報道と言われても、何を特定秘密にするのか、どういう罪で逮捕されるのか、何もわからないようなですね、こんな法律は公明正大なもんじゃないといけないと思うんですけれども、こういうものが成立するってことがありえるんだなということがですね、そもそも私にショックなんですけれども、この中でですね、これ裁判を戦っていて、1年半ですか、皆さんとやってきてですね、それがこんなに反響があるんだなというのが、救いだったなと。こんなふざけた法律にやっぱり怒りを感じているっていう人がたくさんいるんだなと、その結果がですね、あと1年半にわたってですね、裁判を続けられてきた要因だと思ってます。でこの先ですね、なんとかこの法律をですね、廃案に追い込んでいきたいなとみんな思ってるんですけれども、もし仮に追い込めなかったとしてもですね、我々の原告団の誰かがですね、今後逮捕されてですね、新しい裁判をですね、戦っていく日も必ずあると思ってますんで、これから先も末永くお付き合いいただければと思っております。今度もよろしくお願いします。どうも皆さん、今日はというか、まあ、毎回の傍聴ありがとうございます。原告の林です。今世の中大変なことになってしまって、安保法制、戦争関連法案、秘密保護法、集団的自衛権、それから、結構怖いのは、盗聴法の拡大とかですね、新しい刑事司法といって刑訴法の改悪ですけれども、この中でなんかいい音楽だったんですけど、取り調べの可視化であるとか、新たに司法取引を導入するとか、いろんな不安材料がもう周り中覆いかぶってるわけですけれども、私はこの、秘密保護法というのは戦争法とか今いろんな問題になっていることを全部こうくっつける、絡め取る蜘蛛の糸みたいな存在だと思っていて、これなしには他のいろんな今政府がやろうとしている政策が遂行できないと思います。完全にはそれを、彼らの思惑を実行しようとするために必要なものがこの秘密保護だという、そういうような位置づけで考えてますんで、そうやって考えていくともう絶対にこれは潰さなきゃいけない法律だと思いますので、これからも頑張りたいと思います。でとにかく、我々は裁判という方式を取りましたけれども、いろんなところでは、他の問題でも安保法制の問題でもデモとか集会とかいろいろありますけれども、やっぱりできることを今目の前にはできることを、普通に努力して、あるいは普通プラスアルファぐらいの努力をして一つ一つ、クリアしていく以外ないと思いますね。で今その、努力を怠ってしまうと1年後2年後3年後にはこの乗り越えるハードルが今は1メートルなのが1年後には1メートル20になり、3年後にはもう1メートル50になり、普通に走っちゃもう絶対これなくなるという、そんな気がしますので、皆さんと一緒に頑張りたいと思います。で、裁判もその裁判の傍聴、その支援もありがたいですけれども、もう全般的に何とかしなきゃならないので、今度8月30日には全国に100万人行動、安倍いい加減にしろっていう行動が100万人規模で全国で展開しようと思ってますけれども、皆さんそれに参加しましょうね。身近なところでも結構ですから、今後ともよろしくお願いします。フリーライターの古川と申します。毎回傍聴にたくさんの方お越しくださいまして、本当にどうもありがとうございます。戦前をちょっと取り戻されそうな恐ろしい戦後70年の夏なんですけれども、小さいけれど希望はあるというふうに思っておりまして、例えばちょうど1年半前に、我々が訴訟を起こしたときに、傍聴人を募るチラシを初めて配りに行ったのが、渋谷の若い人たちがデモをしてるっていうんで、そこに行ってその主催者の方にお願いしてデモの最初と最後にチラシを配らせていただいたんですけれども、そのデモがもう大変、ノリが良くて明るくて参加してて面白かったんですが、それがまだその頃に200人とかそれぐらいだったと思うんですけれど、秘密保護法に反対する、学生の緊急行動、サスプルという名前でやっていた彼らが今シールズというふうに名前を変えて、安保法制に反対しているということで、今のシールズも関西とか東北、琉球、各地にどんどん起きてきて、なんかヨーロッパの方でも今新しくできるという噂も聞いてますし、シールズだけじゃなくてその、ママデモですとか、なんかオールズとかいろんなところに派生しているようで、ここまでその安保法制を押し戻す勢いが出てくるっていうのはみんな想像してなかったと思うんですけれども、でこうした裁判に関してもそういうふうになればいいなというふうに思っておりまして、でたまたま我々はフリーランスの、ジャーナリストとか映画監督とか、そういうものが集まりましたけれども、例えばその子どもを守るためには、秘密保護法やっぱりあると困るっていうお母さんたちですとか、自衛隊のご家族ですとか、あるいは地域であるとか、いろんなところで、それぞれの方々が集まってこういう裁判を常に日本のどこかで起こしていただけるようになれば、またそれも大きな一つの流れになるんじゃないかというふうに思っております。でその際には我々東京の原告団に声をかけていただければできる限りの、お手伝いはさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ジャーナリストの宮城克久と言います。実は今日1時40分から同じ民事38部で私が趣味のようにやってる住民訴訟の裁判が同じ今日の谷口裁判官であって、で非常に条例がおかしいという裁判なんですけども、非常に最近思うのは誰が見てもおかしい、もうさっさとこんなものを条例改正してうちは改正しましたよと言った方が政治的なポイントになるし仕事も楽だし、私も楽だし、なのに頑張ってしまうこの役人の皆さん、何がもうすごいへりくつを考えてですね、とにかくその裁判を一生懸命やって、で裁判で負けるまで変わらない、で裁判官も一生懸命それに付き合うという、そういうことに日本の裁判官の皆さんすごいこの労力と税金を使っていると、もうクタクタになっていうことが非常によくわかるんですけど、私最近の見た映画で我が闘争ヒトラーのなんとかみたいなちょっと図書館にあって、これはすごいその麻生太郎が大好きな映画かなと思ったらそうではなくて、いかにこの変な貧乏のこの屈折したおじさんがですね、すごいその権力欲に取りつかれて、俺が不敵だったのはこのユダヤ人のせいだみたいなその怨念が頭の中でどんどん増殖して、それを容赦するやつがどんどん増えていって。とうとうむちゃくちゃになってしまうと、というのを見てですね、やっぱりその萎縮を人間がなんかこう怖い体験怖いことを感じて萎縮するというのがいかにその怖い結果を招くのかと、みんなして頭叩いてですね、お前やめろって引っ張って下ろせばそれで終わった話が、いや俺の給料がなくなるかもしれないとかってしょうもないことで怯えて、その怯えが次々に伝染して、これが50人なり100人なり1000人なり1万人になった時にみんなしてそのある意味その人間が狂気に変わってしまうと。だからその、今そのかなりその怖い人間が狂気になる、かどうかというその集団の狂気、集団の核兵器みたいなですね、ことに世の中がなるかもしれない。人間は普通のおじさんたちが おばさんたちにお兄さんたちがすごい凶暴な、集団に変わりうるんだと、これは自分も含めてですよね、ということをやっぱりその、学んだ方がいいかなと。私たちは今、私は日本がどんどんこの竹藤のような国になってるなと昔思ったんですけど、竹藤はなんといい会社だったのかというのを最近思ってですね、竹藤は核兵器を多分使わないし、多分そんなことを思いつきもしないでしょうし、殺すことも多分ほとんどないと思うんですけども、この今の日本のこの明治政府の成りの果てのこの巨大な竹藤みたいなもの、だって暴力装置を持ってるわけですから、えらいとこに私たちは住んでいたんだなということを気づいて、このまま宗主国にこの奴隷船で連れて行かれて、この戦争奴隷として昔グラディエーターなんか絵がありましたよね、ああなってしまうのかと思ってた。これはやっぱり大変だと思うんですけど、この困難な時代をどうやって楽しくのびのびと生きるのかということをやっぱり最近思います。さっきクラウさんがニカラグアの話をしましたけど、宮家さんちょっと短めにお願いしますね。長い、すみません、はい、そういうのやっぱり萎縮しちゃダメなんですみんなね。言いたいことをどんどん言わなきゃ、ね、今日の谷口裁判長も言いたいことあるんですよ彼はね、俺夏休み取れなかったとかね、なんだ俺こんなややこしいことやらせるんだとかね、宮家様はちょっと萎縮めにお願いしますし皆さんそういうね言論弾圧には抵抗して自由にやりましょう。はい、ありがとうございました。後ろ誰か原告団いますか？ちょっとごめんなさい、僕目が悪いんで全然見えてないんですけど、すみません、これから出かけなくちゃいけないんで先に発言させてください。写真家の森泉です。僕は皆さんとっても、危機感を持って、僕自身も、この間危機感を持って、この安倍の戦争推進、勢力のですね動きに危機感を持ってるんですけど、ただそれ危機感だけではなくてものすごく、明るい展望が開けるんではないかというね、今、30日にも100万人デモを組織を、してあらゆるところで、東京中心にね、やられてるっていうことが準備をされてるし、それからそれ以後もネット見るとものすごい全国でねいろんなところで、うちでもに明日23日に日野で、パレードやるんですけれども、そういう安倍に対する怒りっていうか戦争に対する怒りがものすごい勢いで広がってるっていうこと、しかもそれが今までのこう戦い、こんな60年代70年代の戦いとは全く違ったね、一人一人の本当にこう市民としてのこう自覚に基づいて自分の言葉で戦いを始めてるっていう、これは全くこう質的に違う今までのね違うものだという意味ではこの戦いに勝ち抜けば何ていうんですかね、新しい日本の社会が全く新しくこう民主的にこう主権者、 まさに一人一人が主権者として日本の社会が確立するんじゃないかっていう、その一つのこう希望を僕ものすごく持っているんですね。でそういう中でこの戦いが今の我々の裁判が行われて、いるのでこの戦争法の戦いと、本当に一体となった戦いでね、でこれが、我々のこの戦いがここまで裁判所がまともにこう対応せざるを得ないようなところっていうのはそういうこう、バックグラウンドがあるから裁判所をまともに取り上げなければならないっていうことを感じているので、もっともっと、これを推し進めて、広げていきたいなというふうに思ってます。非常に僕も自身は、この裁判にあまり、力が注げなくて、とても後ろめたい気持ちがあるんですけれども、それでも、後ろの方から皆さんのところついていくということで頑張りたいと思ってます。よろしくお願いします。フリーの、西中と申します。もう本当に末席の外みたいな感じなんですけれども、なんでこの裁判に最初かかろうかと思ったのは、2010年の秋にですね、警視庁が、保持していた、そのイスラム教徒在日のムスリム、日本人も含まれてますがのムスリムの人たちの、そのテロ対策情報っていうのがですね、ネット上に流れて、これが警視庁がそういう捜査をしていたのではないかということで、大変大きな問題になりました。それで、実はそのファイルに入っていた人からですね、以前からその、警察から非常に違法な捜査を受けているとか、中にはそのフランスからですね、その事件っていうのはそのネット上に流出したファイルの中に関わっているアルカイダのネットワークが日本にあるというような内容で、それに関係者がずっとそのファイルの中に名前が含まれたわけなんですけれども、その事件に巻き込まれてからですね、日本に家族がいるのにフランスから日本にもう2年以上帰れなくなってしまったという、アルジェリア人の人がいたり、そういう人からいろんな人からちょっと相談を受けたりしたことがありまして、それでそういう人たちの情報が一気にネット上に流れてしまったということなんです。それでその後いろいろ裁判になったりしてですね、ただその警視庁はいまだに実は秘密保護法の制定する時の院内集会なんかにも、政府交渉とかで警視庁の人とかは、それの、事件の、資料なんか持って出てきたりもしてたんですけれども、結局ですね、裁判でも一応その被害者がそういう被害があったということは裁判では認めているんですが、ただそれがやはり最終的に警視庁の情報ファイルであったということを認定するところまでは行ってないんですね。だからそういったイスラム教徒であるということで捜査したという違法の捜査の違法性みたいなところは、退かれたままで、ただ被害、漠然とした被害がありました。でこれはまあ一応警視庁の情報に関係があるんじゃないかというところなんですが、でも正式なその謝罪は警察はしてませんし、結局その情報代から一人歩きしてその被害に遭った人がいるとでいうことなんです。それで中にはやはり仕事をそれでなくなっちゃった人もいますし、いろいろ嫌がらせがあったりとかしてですね。で、もうこの事件収まったのかなと思ったら、今度はフランスのですね、このシャルリー・エブドの事件があったりして、今度アルジェリアに帰るっていうのでフランスに寄っていこうかなとした人は今度はフランスにまた今度入国拒否になってしまったりとかですね、いまだにその事件がずっと尾を引いているという。だから本当に責任の所在がないままに情報だけが世界中を一人歩きしてそれに引っかかってしまうということがやはりこれからどんどん増えてくるんじゃないかって、そういう危機感を持ったのでこの事件に関わったということがあります。で私自身あまり直接、裁判にこう積極的に全然関わってこれなかったんですけれども、特定秘密広報ができる時にでもですね、いろいろちょっと法務大臣当時法務大臣だった谷垣さんとかに昔スパイ防止法に反対したじゃないかっていうことでちょっと質問したりもしたことあったんですけど、結局もう何て言うかな全然、この秘密広報に対して責任を取るという人がもう本当に誰もいない状況で。やっぱり官僚がやっぱり情報を本当に壮大に、操作できると。でこの国って本当にその情報に対して、なんていうか責任を取らないというか、昔だって戦争の時だっていろんな資料を全部焼却して、証拠隠滅を図ってですね、それでその慰安所に日本政府が関わってこなかったとか、そういうこと、強制連行なんかしても証拠を認めてこなかったっていうような事実があって、歴史家が海外から資料とか集めてそういう事実はいっぱいあるにもかかわらず、そういう歴史的事実はないなんてことをいまだにこう言い募ってる政府ですし、そういう政府に対して秘密広報みたいないくらでも情報を隠蔽できるような、仕組みを与えてしまったらですね、あるものもないって全部言い続けるんじゃないかという、そういう恐れを今すごく強く持っています。そんなことで、でもこれからもこの裁判の内容はどんどん続いていくんでしょうし、社会がやっぱりこういう情報開示、きちっとした情報開示に向かわずに情報一平にいかないようにですね、何か自分の関われるところから、関わっていきたいと思ってますし、いろんな方にやはり関心を持っていただいて、いろんな取り組みをしていただきたいなと、思っております。すいません、長くなりました。原告団で発言していない方、手を挙げてもらっていいでしょうか。すみません。じゃあもうこっちまでマイクを回してもらっていいですか。すみません。じゃあこっちのマイクそうですね。原告の橋爪正裕と申します。私裁判で原告になったのは初めてなんです。当初はこれは素朴な疑問だったんですが、秘密保護違憲訴訟ということでですね、国を相手にね裁判を起こしてですね、本当にこれ勝てるものなのか、おそらくですね、これ負ける敗訴になるような裁判だなというふうに私自身は思っていました。で林さんとかですね、寺澤さんが引きずられてここまで来たんですが、堀弁護士がですね、こういう裁判というのは一つ違憲訴訟というのはですね、一つの運動体なんだと、日本国民をですね、目覚めさせるようなですね、そういう運動体の一つとして裁判が行われてるんだということをですね、言われまして、なるほど、こういう運動一つの裁判という手段を使ってですね、みんなに喚起するこの秘密保護は非常に危険な法律であるということをですね、皆さんに知ってもらう、そして目覚めさせて、国民を目覚めさせて運動体をですね、どんどん広げることによってですね、この秘密保護の廃案にですね追い込む可能性もね、十分出てくるんではないかなというふうに今日は感じてます。実際横浜、それから静岡、それから広島でですね、こういう秘密保護違憲訴訟もですね起きているし、これからもですね、あちこちでですね起こればですね、運動体の一つの一体化してですね、拡大ということになってですね、今の安倍政治に対するですね、この危険な戦争へ向かって、推し進める安倍政治にですね鉄槌を下せるのではないかなというふうに思っています。まあこれからもですね、構想上告という段階を踏んでいきますが、まあ、皆さんのですね支援があって初めてですねそういうことが実現できるわけですから、これからもですね何ですか、私たちをまあ支援していただいてですね運動を継続していただければですね幸いだと思っています。よろしくお願いいたします。フリーランス記者の上出と申します。もう皆さんがいろんなこと言ったので何を言おうかなと思って考えていたんですけども、私自身も裁判が初めてで今感じていることは、いろんな問題があるんですね。そして、賛否を取ってみるとやっぱり秘密法にも反対、原発再稼働にも反対、安保法制にも反対が多数、世論調査では多数なんですよ。しかしそれが全部今の国会の力だけでやってしまおうとしている。誰かが運動体だとおっしゃいましたけども、まさに今ここに来て顔が見えている方たちが支援してくれる方たちっていうのはそういう意味ではすごい貴重な人たちで、どんな人たちが反対してるのかっていうのは本当は全部はよく分かんないんだけど、やっぱり確実にやっぱりここに来ている人たち本当は一人一人から皆さんから聞いて、そしてどんな思いで来ているのかっていういろんなことを抱えながら皆さんやってると思うんですけども、そういったようなことをつなぐ場としてこの秘密保護の裁判ってすごく大切なんだなと、これからもまあ続くということなので、そんなことをかみしめながら言いたいことはたくさんあります。今安保法制に対しては特にマスコミがほとんど確信になるような、さっき小池さんが暴いたことあれまさに安保法制の確信なんですね。自由に日米が軍事行動ができるっていうことをああいう法律を作って抽象的なことでなんか説明もできないようなとにかく作っとけばもう合法的にやれるというすごい怖い確信なんですけど、マスコミはあそこの自衛隊の内部文書のこと朝日もちらっと書いてますけども徹底的には書いてません。ですからそういう怖さもありますが、まあそんなことも言いたいんですけども、とにかくやっぱりここにいる方たちがそういういろんな問題のやっぱりこう背負ってきてこれくださってるってことをかみしめながら、これからも皆さんと一緒にいろんなことを考えたり訴えたりしていっていけるようになればいいなと思っております。どうもありがとうございます。原告団の小保です。経験のあるフリーランスの皆さんとこんなふうに若い経験も少ない私がちょっと裁判に参加させていただいて本当にたくさん勉強になることが多くて、私も本当に秘密保護法にはずっと反対だなっていう思いがあって参加させていただいてるんですけれども、最近私もちょっとこうやっぱり友達、同じぐらいの年代の友達とこういう話をちょこっとすることもあるんですけれど、ちょっとこの前ちょっとびっくりしたのがこの「ザ・シークレット・ガーデン」っていう、ミュージカルですね、秘密保護法の、ことをテーマにしたミュージカルがあって、友達でミュージカル好きの友達がいて、今度近くであるからと思ってちょっとこういうのあるよってこのミュージカル面白いよって言って送ったら私こういうの興味ないからもし普通のミュージカルに行くんだったら誘ってねって言われたんですね。でこれは普通じゃないのってその普通の定義って何ってすごい本当に思ってと思ったんですけど、話を聞いたら私が Facebook でこういう秘密保護法とか安保法案とかおかしいんじゃないかっていうのを上げてて、それを見て彼女は私反対、それには清美がやってる行動みたいなことにはすごい賛成できないからっていうふうに回答だったんですね。だからもう私たちの友達関係の間ではこの話はしないでくれということだったんですね。だから彼女がどういう理由でその秘密保護法がいいとか思っているのかは私にちょっとわからないんですけれども、やはりそのこういう運動をしていく上でなんでこの秘密保護法がダメなのか、何が問題があるのかっていうのがやはりなんですかね、興味がある人ない人含めてちゃんと伝わるってことが本当に大事なのかなっていうふうに思いました。まあもちろん今度30日にある国会法委に私も同年代の友達、他の友達なんですけど、行こうと誘ったらじゃあ友達誘っていくねみたいな人もたくさんいるので、それは本当に励まされることだし、こうやって皆さんも来ていただいてるで、フリーランスの、一緒に原告団の皆さんも同じ思いでここにいるっていうのがすごい私個人としても励まされることだし、これからの運動を続けていく上で本当に大事だなと思いますので、今後もどうぞよろしくお願いします。今日は本当にお疲れ様です。原告の丸田です。僕はこの裁判は原告全員が意見陳述を書いて裁判所に提出してるんですね。でみんな仕事上のことを書く人が多かったんですけれども、私は全然仕事に触れないで、実は私の親族について書きました。今、戦争体験のある人がどんどん減ってるって言いますけれども、私はもちろん戦後生まれなので戦争体験ありませんけれども、私の父親は海軍で、19歳に入隊して20歳で、終戦を迎えたんですけど、私の親族というのは海軍の関係者がすごく多くて、私の父の一番上の兄、私から見れば叔父なんですけど、この叔父も昭和20年に戦死したんですけども、この叔父が、戦争中海軍次官で海軍大将もやった井上茂義の一人娘と結婚した、ということもあって、私の、親族の中ではその井上茂義さんの、エピソードがいろいろ伝わってるんですけども、その中で、井上茂義が戦後日本が最大の日本にとって一番の失敗だったことは、治安維持法を作って、共産党を弾圧したことだと。で国に対して批判をちゃんとする人がいれば戦争は防げたかもしれないって井上茂義が戦後、漏らしてたということが伝わっていて、そのことを意見陳述の中で、書きました。それで、実は私のいとこ、井上茂義から見れば直接の孫なんですけれども、私よりちょうど一回り年上で75歳で元気にしてますけれども、我が祖父井上茂義という、本を徳間書店から、書いて出してます。で意見陳述にそのいとこの本から引用させてもらったよというようなことをちょっと電話で言ったらば、このいとこも安倍が 大嫌いでそういうことどんどんやってくれというふうに励ましを受けました。で結構こういう傍聴に来られてない私の親族なんかも結構この裁判関心、私が原告やってるっていうこともあって関心持ってるんですね。また別の叔父から、私8月15日の終戦記念日が誕生日なんですけども、ついこの間別の叔父からメールもらって、清君が報告集会で発言してるのを YouTube で見たけれども、その中で公安警察がどうのこうだって言ってたけど大丈夫なのかって心配してくれるメールが来たりして、この裁判をやって親族がちょっと身近に、なったということがありました。そんなようなことで、これからもよろしくお願いいたします。フリーランスライターの畠山道義です。原告の一人です。話せと言われて、今日は何も話さないで聞くだけで終わろうと思ってたんですが、何を話そうかなと思って、この訴訟を提起する時のことをちょっと思い出していました。今丸田さんがおっしゃったように、この原告は全員が意見陳述を陳述書という形で、書いています。その内容結構面白いので、ぜひ読んでいただきたいと思うんですけれども、陳述書を書くときに何書こうかなと思って、考えていたらですね、フリーランスの表現者にとって影響が出るところとか、不都合なところっていうのはどこかなって考えたら、次から次へといくつもですね、思い浮かべることができるくらい、秘密保護法っていうのはおかしい。日本語が読める人にとってはまあ、常識と言ってもいいくらいおかしい法律だなというふうに思っています。まあ、この法律をおかしいと思わないのは、まあ、法律を作った人とか、まあ、解釈によっていかようにでもできる権力側の人たちだけなのかなと思っています。で、今回の訴訟っていうのは、まあ、フリーランスの表現者の業界の中の話だけではなくて、まあ、一般の人にも影響があると思ってます。確かに普通の人が秘密保護法で逮捕されたりっていうことはあんまりないのかもしれないですけれども、法律があることによって、奪われるものっていうのがあると思ってます。それはまあ、フリーランスの記者たちが取材して、発表しようとする情報がまあ、奪われてしまうというふうに思っています。それは、まあ、情報って皆さんが何かを判断するときに必ず必要になるものなんですけれども、そういった情報が、世の中に流通しなくなってしまうという怖さがあると思ってます。で、先ほど明石さんがおっしゃってた自衛隊の内部文書に、関しても中谷防衛大臣は、国会でこんなふうに、答弁していました。資料がいかなるものかは承知をしておりません。どういった経緯によって入手されたものか明らかでない限りは、真贋や位置づけについて即答することは困難でございますというふうに言っています。実際にはこの文書は中谷大臣の指示によって、作られていたのに、こんなことを言うとんでもない人なんですけれども、どういった経緯で入手されたのかということを問題にしたところではやっぱりなというふうに思いました。情報の価値っていうのは入手の経緯ではなくて国民にとって必要な情報か、それから有益な情報かということで判断されるべきものだと思います。それが、まあ、入手方法にまで国側が言及するっていうのは非常に大きなお世話だし、危険なことだと思っています。で、裁判の中で、林さん、寺澤さん、それから黒藪さんが主張してきたように秘密保護法によって萎縮する記者も、出てくる、そうなると情報が出てこない、国側にとって、国民にとって必要な情報が、判断材料が奪われてしまう、国がお墨付きを与えた、国にとって都合のいいものしか、情報として世の中に流通しなくなってしまうのではないかと思ってます。私はそんな世の中は、嫌だと思っているので、これからも、頑張っていきたいと思っています。で、最後にこの1年半毎回多くの皆さんが傍聴に駆けつけて、くださったことに、本当に感謝いたします。引き続き、ご支援よろしくお願いします。村木さんと僕は最後の時にいや、でもこれですまだある。いや、そうじゃなくてその後まだあるんだけど。何を？じゃあ最後。じゃあ僕と寺澤さんは最後にまた挨拶もあるのでその時ということでここでですね、ちょっと畠山さんがもっとダジャレを言ってくれるかと思って期待してたら真面目なことばっかりで皆さんちょっと眠くなってるかと思うんですけどもここでですね、今日日体大の憲法学者の清水先生がいらっしゃってるということで、ちょっと憲法学的な観点からですね、本裁判についての感想だけですので、承認請求してた、ぜひですね、この裁判の感想的なことも含めてですね、学識者の立場からということでご発言いただければと思いますので、お願いいたします。皆さんこんにちは、日本体育大学で憲法を教えている清水と申します。で、私自身はこの訴訟の原告側の証人として申請されましたけれども、めでたくというか却下されまして、そういうこともあって傍聴を来たかったんですけれども、なかなか平日の昼間だったので、来ることができなくて今日初めて傍聴を来ました。せっかくですからちょっと一言述べたいと思うんですけども、私自身はこの秘密保護法の問題については、秘密保全法と言われた時から講演とか原稿を書いたり、いろんな運動をしてきました。本も書いてきました。で、なぜ秘密保護法に取り組んできたかといえば、学生の時に雄弁部っていうところに所属をしてまして、で当時は中曽根政権の時で、国家秘密法案を作ろうとしてた時です。でこれができるとやはり私たちの自由な言論活動ができなくなってしまうとで考えて、雄弁有志で、街頭遊説活動なんかをやってたんですけども、まあ、そういうことをやってたので、まあ、今回の秘密保護法についても、まあ、学生から憲法研究者として立場は変わりましたけども、取り組んできました。でその雄弁部時代の後輩がこの横にいる酒井さんで、今日も久しぶりに会って懐かしく思いましたけれども、で、まあ、そういうこともやってたのでまあ、皆さんもご存知の2013年12月6日の国会で、秘密保護法の採決に反対して靴を投げる事件がありましたけれども、靴投げ事件、まあ、裁判刑事裁判になりまして、で裁判では被告側の証人として、上智大学の田島さんと私が採用されまして、私も法廷で、証言しました。で私の方からは、まあ、いかにその秘密保護法内容的に問題があるのか、そして、制定過程手続き的に問題があるのかということと、でさらに私が述べたのは、まあ、アメリカの憲法理論を紹介して象徴的表現論という議論があるんですけども、靴を投げる行為も表現行為だと、でやむにやまれぬ表現行為だから、まあ、だから正当性がある、無罪だと主張しまして、まあ、残念ながら判決が出た後の一般紙の報道は、まあ、ベタ記事 でしかも法廷に来ないで、裁判所の情報だけで書いてるような記事 で、まあ、その有罪判決が出たってことだけ書いて、私としてはその有罪判決が出たけども靴を投げる行為を表現行為として裁判所認めたんですよね。でただし公共の口論があるから、国会では場ではダメですよっていう、まあ、それで有罪判決だったんですけども、私からすると自分が証人として出て発言しておきながら裁判所が靴投げ行為を表現行為として認めると思ってなかったのでちょっとまあびっくりするぐらいだったんですけども。すごいそういう意味ですごく画期的な判決だったんですが、一般紙は全然報道してくれなくて、まあ、一応この訴訟の原告である山口さんが週刊金曜日に何度か書いてくれたので、よかったと思ってるんですけども、まあ、そういう裁判も関わってきました。で秘密保護法の問題点については、まあ、ここでは時間もありませんからただ述べることはしませんけども、まあ、やはり80年代の国家秘密法と大きくまず違うのは、今回の秘密保護法も、まあ、防衛省、外務省が望んでいたわけですけども、80年代の国家秘密法と違うのはやはり警察なんですよね。今回は警察がかなり関与して、法律を望んでいたということと、まあ、もう一つの側面はいろんな方が言われているように、戦争法との関連だと思います。でそれはやはり従来の武力行使の3要件第1要件は日本が攻撃された場合に日本は個別的自衛権を行使できる。で日本が攻撃されたという事態は誰が見たって明らかな客観的な要件ですけども、昨年7月1日の閣議決定3要件の第1要件は我が国と密接な関係にある他国に対する攻撃があって、まあ、そして、それが日本の存立を脅かす事態であれば自衛権行使できますよ。じゃあその他国というのはどの国なのか、日本の存立を脅かすというのはどういう事態かというのは、これは結局誰かが判断しなきゃいけない、主観的な要素が入り込むわけですね。で実際には安倍政権の下で設置された国家安全保障会議が事実上の認定をして、まあ、それを閣議が追認するだけ。しかし秘密保護法があるから、存立危機事態の認定に際しての情報は隠す可能性がある。国会にも国民にも隠す可能性がある。でだからこそやはりそういう秘密保護法ができたからこそ、私は昨年の閣議決定に基づく戦争法案は絶対作っちゃいけない、もう主観的な判断、だけで日本が戦争できるようになってしまう。その戦争法案ってやはりこの秘密保護法がセットになると本当に恐ろしいと思います。まあ、そういう意味で秘密保護法は廃止しなければいけませんし、戦争法を何としてもこれ拒まなければいけないというふうに考えております。で今後のことですけれども、皆さんの方で、もし、敗訴判決が出た場合には控訴されるということですが、やはりぜひやってほしいと思います。で私自身は90年代に湾岸戦争の際に政府が宅地軍に戦費を支出し、戦争後に掃海艇を出したことに対する違憲訴訟というのが当時、日本国内6カ所で起こされまして、市民平和訴訟と言われたんですけども、当時大学院生としてその原告としてかかりました。で私たちの市民平和訴訟はそれこそ原告が多かったので、毎回地裁では103号法廷使ってましたけども、でスローガンは法廷を学習の場にという言い方をして、でそれで必ず口頭弁論があるときには、事前事後集会やって弁護士が解説をする、そして外部から大学教員なんかゲストで招いて、レクチャーしてもらう。だから原告自身は、法廷内で意見陳述もしますし、そして証人も採用された、学者証人採用されましたので、法廷でも学ぶし、裁判が終わった後でも私たちは勉強をみんなでして、でそういう取り組みをやってきました。で、その後も市民平和訴訟以外ではカンボジア PKO 違憲訴訟、ゴラン高原 PKF 違憲訴訟というものもその後続きまして、残念ながら今の日本の裁判の状況、私たちの取り組みは全て負けたんですけども、ただやはりそういう積み重ねがあったからこそイラク訴訟名古屋高裁判決が出てきたというふうに思っています。でそれはやはりこの裁判が大事だというのは、日本の場合には法律が通ってしまうと一気に反対運動というのが沈静化してしまう、場合が多いわけですけども、でしかし裁判という形で続ければ法律が通った後も法廷の場で問題を提起続けることができますし、で裁判が行われていれば原告にしろ傍聴者にしろそういう事実関係、学んだり、あるいは場合によってはマスコミが報道する、その問題点についてはずっと追及することができる、わけですし、であとは秘密保護法については、今も録務行動 なども行われてますけども、この裁判も非常に意味があるのは、法律が通ってもこういう形で粘り強く、反対だ廃止しろという声を上げ続けるってことは、やはり政府の側にとっては非常にこれ牽制するというか、反対の声が粘り強くあることによって法律はできたけれども、そして秘密方法であれば粛々と、特定秘密の指定や、適正評価はやるでしょうけども、反対の声があればこれはやはりなかなか適用して弾圧なんかは難しいと思うんですよね。でそういう意味で、弾圧を防ぐためにもこういう形で裁判を続けるっていうのは非常に意味があると思いますので、ぜひ、その地裁で、判決が出たとして、内容は分かりませんけども、その後も控訴して、その控訴の中でまたこういう形で、口頭弁論をやる、で必ず、事前とかあるいは事後集会やって学習をしていく、そして、メディアなども使って発信して問題点を追求し続けてほしいなというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。それではですね、ここで、そろそろ、時間も来てるので、もし質問のしたい方がいたらですね、意見表明とかがあれば後で時間を取りますので、それまず質問の方がある方からお願いいたします。で田中さん。質問なんですが、原告団のホームページに上がってた、国側の準備書面が消えてるんですね。今畠山さんのところに確認したんです。で、アップした林さんにも聞いたら、俺も預かり知らないぞって言って、よくほら国家権力に都合の悪いアメブロとかよく消されるっていうじゃないですか。その手なのかな。ですね、ドロップボックスっていうそのサービス使ってて、それの有効期限が消えちゃったみたいなんで、また改めてすみません。分かりました。じゃあすみません。吉田先生、じゃあ国が大体どんなことを言ってたんですか、これまで。もちろんいろんなね、多岐にわたるいろんな論点をこっちも出してるので、多岐にわたる反論されてるんですけど、ただまあ基本的にはね、さっきから出てますけど、そんな深い議論してるわけでは全くないんで、向こうはもう本当に形式的な反論しかしてないですね。で、条文を引用して、要するにまあ向こうとしてはいろんな歯止めがあるとか、チェック機関がある、まあ、いわゆる第三者的ですね、機関があるとか、いろいろそういう法律上そういういろんな歯止めがあって乱用できないようになってるっていう、まあ、大枠を言うとそういうことで、乱用する恐れがないという、まあ、もうその一点というかね、基本はその全てそういう反論の仕方ですね。はい、ありがとうございました。準備書面について今日みんなが帰ってから夜のうちに作業しておきますので、今晩あるいは明日以降にすいませんね、すいませんね。他にご質問ある方、もちろん例えば清水先生も含めてご質問いただければ、どうぞ。すみません、さっき民間軍事会社の話をどなたかなさったんですけれども、私たち戦争法案反対するときに徴兵制やるんじゃないか、徴兵制やらなくても経済的徴兵するんじゃないかって言ってるんですけど、その他にアウルソックをブラックウォーター、今アカデミーって言うんでしたっけ、あんなふうに育てていくことを国が考えているかどうかは、皆さんどう考えていらっしゃるかお聞きしたいんですけれど。誰にどなたにでもじゃあ、前の2人にしましょうか。大島さんと倉部さん。民間軍事会社のことについてなんですけど、ですね、まあ、徴兵制になるのではないかということをね、一般的によく言われているんですけど、まあ、これは個人的な考え方なんですけど、私は徴兵制については可能性非常に少ないと思うんですよね。というのは自衛隊をですね、こうトレーニングしても、まあ、これは米軍についても同じなんですけど、現地のゲリラ、特にゲリラ戦なんかになってしまうとですね、やっぱりその土地の利ということが非常に大きく影響してくるので、あまり使い物にならないというような過去の実態があるわけですよね。そうするとわざわざ自衛隊自衛隊ですけど、徴兵制を引いてですね、全然戦争の仕方も知らない人を送り込むということは、やる側にしてもものすごくこの反戦の意識というのを目覚めさせて、戦略として非常に不利となると思うんですよね。そうするとやっぱりそういう徴兵制に変わるやり方ということになってくると、これはもう傭兵しかないわけなんですよね。で、どうやって傭兵をこう集めていくかということになると、まあ、これはもちろん一般論になるんですけど、やっぱりその軍事会社、民間の軍事会社などをこう作って現地でこう人を集めていくという、そういう戦略の方が高くなるんではないのかなと、まあ、これは個人的な意見ですけど、そういうふうに考えています。海外の軍事会社、例にとると、まあ、例えば大体元軍人ですね、退役軍人なんかが作って、まあ、軍人たちを集めて、やるんですけども、そこの中にまた新しい人材として、若い人集めてきて訓練をして、それでやるという形が大体多いと思いますね。で、武器等に関しては当然銃とか持ってるわけですけれども、もし日本でやる場合は民間軍事会社がそういうのをやるとなると、そういう武器関係を使えるようにするのかどうなのか、とても問題がまだまだ大きいと思うんですが、これから増えていくとそういう法律で可能にするようなことも、起きかねない。で、また政府の軍自体ができないようなこと、あと政府の自衛隊が派遣するには国の国会の議決がいるわけですけども、民間軍事会社が受ける場合は、例えばどっかの国から受ける形になるのか、企業から受ける形にするのか、政府の認可いらないわけですよね。そうするとどんな国のどんな場所でも企業として受けたわけですから、まあ、企業が世界で石油を掘ったりすることと同じように、国の規制がなくどこででもそういう行為ができるということになると思うので、国の規制の抜け穴を埋めていくという形でかなり危険な存在だと思います。はい、ありがとうございます。他に質問ありませんでしょうか。はいですか。じゃあ意見表明をしたいという方はいらっしゃいますか。はい、はい、じゃあどうぞ。短めにお願いします。大変申し訳ありません。私は、一般のものですが、いつも傍聴に来ています。ですね、この法律は歴史を見ても分かるように、どの時代のどの国のどの為政者も戦争を始める前には国民の目、耳、口を塞ぎます。その法律だと思います。それでどなたか先ほどなんか弱気の発言をされていて、勝てないかとかおっしゃってましたけど、相手は国です。強気で絶対最後まで勝つつもりで言ってほしいと思います。まず手始めに外国特派員協会で原告団弁護団を交えて意見表明をした方が私はいいと思います。こんな法律作ってるのは日本だけです。以上です。ありがとうございました。外国特派員協会はちょっと検討させていただければと思います。はいはい。他に、あ、はい。すみません、安田さんがシリアで行方不明っていうのをもし報道したら、なんか国に悪い方にやられるような気もするんですが、報道した方がいいんでしょうかね、やっぱり。報道した方がいいっていうか、報道したことによって利点とか。どうでしょう、ちょっと安田さんの件は、言えること言えない、生中継もあるんで言えること言えないこともそれぞれあるかと思うんですが、特に言えることがある方がいれば、まあ、つまり現状分かっていることで言えることがあれば、例えばどの辺まで、公開できるとかっていうことであれば、生中継されていることを前提に話していただければと思いますけども、話せなければちょっとこの話は申し訳ありませんから、ちょっとセンシティブなこともあるので。ジャパンポストはね、確か報じてますよね。あ、もちろん報じてることはまあ、日本ではね、テレビでもちょろっとコメンテーターが喋ったりもしてますので。どうでしょうか、まあ、全く報じられないってことはないと思うんですけど、ただ今情報が極めてセンシティブなところにあるんで、あまり僕らがここで今公に言えないのと同じように言えない部分は多少あるとは思いますが、どうなんでしょう、陰謀的なものはあるんですか、報じるかどうかについて。まあ多分今の段階でそこまで言ってないんじゃないかなというのが多分現状だと思います。申し訳ありません。あとありますでしょうか。ないですか。じゃあ、各地のですね、原告、この原訴訟ですね、3つの、地域で、今それぞれ、裁判が進められてますので、それについてちょっと現状とですね、近くの動きを、それぞれの皆さんにお話していただきたいと思います。じゃあ横浜の、岩田さんの方から横浜のことについてお願いします。今こちらに横浜訴訟の原告お二人に出てますので、早川さんお立ちいただきたい、はい、それから隣中村さん一緒にやってる原告です。よろしくお願いします。で、皆さんのお手元に先ほど配っていただいたと思うんですが、9月2日2時から502法廷でありますので、お時間ある方はぜひ傍聴にお出かけいただきたいと思います。で、そちらにいろいろ早川さんは前に意見陳述したんですが、今回は横にいられる中村さんが意見陳述をする予定です。で、私たちは市民運動をやったり住民運動をやってる市民が13人が原告になってます。それで私は事務局を担当してますが、今回の意見陳述は中村さんがやるんですが、武田薬品の東洋一と言われる研究所が鎌倉と藤沢の両市にまたがってすでに完成して T3 施設として研究をしているんですけれども、ここの公害調停を私たちやった時に、国から要請があれば、細菌の病原菌の研究を共に行うというような協定を国と結んでってまして、武田薬品が。で、神奈川県は沖縄に続く、基地がある県なんですが、この戦争法案が通った場合、今後ですね、細菌兵器の研究もここでやられる可能性があるんじゃないかと。というのは今すでにここには炭疽菌もありますし、エイズ菌もありますし、エボラ出血熱の菌もありますし、ありとあらゆる、病原菌が武田薬品の研究所の中にはあります。それで当然これは秘密法のベールに隠されて、私たちは何をここで研究されるのか表に出ませんし、もしその段階で、病原菌が外に漏れても情報が開示されないという事態が予想されます。そこら辺の危険性、それから秘密法の絡みについて、今回9月2日の口頭弁論では中村さんが意見陳述をする予定になってますので、ぜひお聞きいただければと思います。こういった市民に直接関係した問題も今後この秘密法のベールに隠される可能性があるので、しかもこの武田薬品の研究所の、汚水はですね、藤沢市の下水道に直結してます。で、下水処理場で処分されているのです。ですからどんな病原菌がもし間違えて流れても、それが江ノ島の海岸に流されています。で、鎌倉名物のシラスもそこで取れてますので、安心して食べれるかという問題も出てくるわけですけども、江ノ島はちなみに2020年の東京オリンピックのヨットレースの会場ですという、いろんな問題を絡んでいる研究所なんですけども、その問題を今回は意見陳述します。で、我々もいよいよ決心かという非常に瀬戸際になっているわけですけれども、違った角度から、東京訴訟とはまた違った角度から住民の立場でいろんなことを提示してやってきてますので、ぜひ傍聴にお願いしたいと思います。それでその後5時半からちょっと時間空いちゃうんですけれども、近くの開港記念会館で報告集会がありますので、お時間ある方はぜひお出かけいただきたいと思います。それからもう一点、先ほど配っていただいた秘密法のミュージカルです。これが地元の藤沢でありまして、実は今日と明日なんです。ザ・シークレット・ガーデン。それで、これもまたお時間ある方はぜひお出かけいただきたいと思います。前入りチケットは今日持ってきてます。もし、行かれる方いましたら声かけていただければ当日券より500円安く行けますので、よろしくお願いしたいと思います。ぜひ今後もご支援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ぜひ今日原告団の方来てますので、大きな拍手をで励ますけど、お願いします。そしたら静岡のことを、丸田さんの方からお願いします。はい、静岡の、裁判の報告をさせていただきます。各地でね、秘密法の裁判が戦われてますけども、東京は、フリーランスのジャーナリスト、が中心になってやってます。で、横浜は、今岩田さんから説明あったように、市民運動の方、がやられてます。で、静岡は藤森克美さんという弁護士が一人で起こされて、違憲訴訟を戦ってます。で、去年の2月にこの手の、秘密保護の違憲訴訟としてはトップバッターで、訴訟を提起したんですけれども、で7月に第1回の口頭弁論があって11月の20日に第2回の口頭弁論がありました。で、静岡で一人の原告が戦っているということと、先生自体そんなに宣伝がしてなかったということで、傍聴人が少なかったんですね。そうするとやっぱり裁判所の態度というのが全然違って、この2回の時に村野雄二静岡地裁の裁判長が決心をしようとしたんです。で、たまたまその時に国が反論したいということを言ったので、12月に第3回の口頭弁論が入って、それで結審という流れになったんですが、藤森先生は弁護士として、この秘密法は弁護権を侵害するというような主張をされていて、まだまだ主張したいことがたくさんあったのに結審というのはとんでもない。で、私も東京の裁判を見てて、比較的丁寧に訴訟式がされていたので、静岡の裁判を見てひどいなと思っていたんですけれども、藤森先生もそう感じて、裁判官忌避の申し立てを12月にしました。で、地裁の忌避の申し立てはすぐ却下されて、高裁に抗告して、さらにそれも1ヶ月後ぐらいに却下されて、で、最高裁に特別抗告、裁判官忌避の申し立ての特別抗告をして、その後6月までずっとほったらかしというか審査にかかったんですけども、ようやくそこで却下されて、今度また静岡地裁に差し戻しされて、9月の24日に弁論が再開、第3回口頭弁論が開催されることになりました。で静岡の裁判、11月には東京の原告5人が傍聴に行ったんですけれども、今度は静岡でも盛り上げようということで、3月5日に東京原告が中心になって静岡で藤森さんの裁判を盛り上げる集会をやりました。で地元の人がたくさん集まってくださって、今度はもう静岡でもたくさん傍聴人を集めて、なんとかいい方向に持っていこうという流れになっています。で毎回静岡の、支援している静岡改憲阻止の会というグループがあるんですけども、そこの方が東京の裁判の傍聴にも来てくださってます。今日もお見えになってるっていうふうに伺ったんですけど、静岡の方、牛丸さんですか、いらっしゃいますか。どうもありがとうございます。一言ですね、牛丸さんにも発言させてしていただきたいんですけども、よろしいでしょうか。静岡から来ました改憲阻止の会の牛丸と申します。私はこのゼッケンをね、いつも家を出るときにはくっつけて歩いてるんです。で先ほどちょっと発言があったけどね、今その安保法制の戦い、民主主義革命の課題だって、私は今現在は反革命の事態が進行しているっていうふうに思ってます。そして中心は日本会議だし、そのバックにいるのは三菱独占だろうと。で私も三菱独占の三菱静岡製作所で40年勤めてて、労働運動なんか中心になってきて、それで今2007年に退職したんですね。でその退職したらおかしなことが起きたんですよ。で全く清水知らない東京の人材派遣会社から私のところに一通の手紙来た。でそれはちょうどに在職中に出した職場新聞でね、生涯現役っていうテーマでね書いたことあったんですね。そのテーマでの講演会、シンポジウムあるから来ないかっていう、そういう誘いの手紙来て、それでやるとこ見たらね、富士産経グループのなんかホールだったわけね。おおかと思ってね、そこのやるホールに興味惹かれてね行ったんです。それでまさに中心になってやったのは有名なね、岡本由紀夫、それから笹厚いとかね。でそういうもう一人誰かね、で朝日ビルの社長なんかいたりね、そういう人たちで、本当に日本の社会が荒れてるっていう、まさに美しい国づくりの発祥のような集会だったんだなって今振り返ってみると思うんですよね。でまさにね、この安保法制の後ろにいるのは日本会議ですよ。で小林哲先生がね、この日本会議の中心は旧体制側だと、いわゆる家族だ士族だと、この連中だというね。だからそれでね、それともう一つはね、三菱グループはね、1996年ぐらいからね、財界活動には参加しないって言ってね、財界活動から一切手を引いたんですよ。でそれでその時ね、僕派遣法がどんどん通ってきたと。それで三菱はね、何て言ったかというと、これからねバラ色の時代が来ると、それを社内ニュースでね流してたんですよ。僕はその時でもう退職しちゃったわけですけど、でまさに今の現状を見ると、三菱が独占にとってのバラ色の社会になってるなと。それでその三菱グループずっとその後ね、財界活動に出てなかったんだけど、去年の日経団連の総会以降一斉に出てくる、何し数社が財界活動にね、まさに財界活動の中心に出てきてる。で今の時代でしょう。だから僕はもうそういう点から言ってもね、本当に旧体制側が反革命をずっと着々と準備してきたと。でこの秘密法制もまさにその一環としてね、事前に出されてきたんだというふうに捉えてます。牛丸さん、牛丸さんもう分かります。それで、ね、私は藤本さんの裁判を起こされたんだけど、割と傍聴のことについて方言ってくんないもんで、僕らも言ってなかったんですけど、改憲阻止の会としてはね、毎月1回6の日に駅頭で廃止させようというね、運動をずっと続けてます。そんなとこでどうもありがとうございました。静岡の第3回口頭弁論は9月24日木曜日の10時からちょっと朝早いんですけれども201号法廷、静岡地裁では一番大きい法廷でやる予定になってますので、東京から新幹線で1時間、高速バスだと2、3時間かかるんですけど、片道2300円で行けますので、一人でも多くの結集よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。じゃあ林さんお願いします。広島の報告をお願いします。はい、最後に広島の報告です。広島は9月16日、午前10時、広島地裁201号法廷で、第3回の口頭弁論が行われます。この訴訟は、1人で弁護士もつけないで、訴訟を提起した方がいて、その後、弁護士の先生と相談をして、今では原告団12人の集団訴訟に発展して、それ以外でサポーターという人が5人いて、なんとか頑張って、これはもう最初第1回で終わりかなっていうようなそんな雰囲気だったんですけども、集団訴訟にすることでなんとかそれを切り抜けて、今度の9月16日に団裁第3回の口頭弁論まで持っていけることになっています。なかなか広島で遠いので、静岡あたりだとこっちから行けるんですけど行けないので、ぜひ皆さんもですね、インターネットでも何でも知り合いの方がいたら電話でもいいですけれども、広島でも集団訴訟が起きて進んでいるんだということをちょっと知らせていただければなと思います。以上です。はい、ありがとうございました。本裁判ですね、昨年の3月28日に起訴が行われてですね、6月25日が第1回口頭弁論でした。ですから起訴から結審までがちょうど、起訴されてません。もう私たちごめんなさい、もうみんな捕まっちゃったの。提訴が3月28日だから、提訴から1年半で結審で、第1回口頭弁論から、1年半後に、判決ということで、1年9ヶ月、最終的には1年9ヶ月ぐらいかかったということになると思います。でこの間、我々もいろんなことをやってきましたが、ようやく、一つの区切りがつくのかなというふうには思っています。でそこでどういうふうに、司法が判断するかということはとても重要な位置づけ、歴史的にも日本社会的にも重要な位置づけなんだと思っていますので、今後ともぜひご支援とですね、傍聴あるいは関心を持つということを、一人一人が関心を持つということを、これを見ている方も含めて持ち続けていただければと思います。で最後に、寺澤さんの方から劇団を代表してですね、締めの言葉と面白い話も含めてぜひお願いいたします。全然代表してないんですけど、原告の寺澤優です。で毎回100人もの人たちが傍聴に駆けつけてくれまして、そのおかげで7回目まで、もうこの1回目でも軽く却下されてもいい裁判が7回も続いて、判決も3ヶ月ぐらい後ですから、裁判所も少し考えるよってことなんだと思うんですけれども、中身が少しはある判決が期待できるというとこまで来たのは、ひとえにこうやって毎回平日の昼間に来ていただいた方たちのおかげだと思います。でこれ最高裁まで続けるということですので、ぜひ最高裁、最高裁は多分傍聴できないと思うんですが、最高裁で傍聴できるようになっちゃったらそれは本当に違憲判決確定しちゃうのでそういう事態にはなかなかならないかと思いますけれども、ぜひ最高裁までお付き合いください。それでなんで最高裁までやるのが重要かっていうと、そもそもこの裁判を起こした時にですね、この裁判が続いてる間中はきっとバカな国側もですね、警察も検察もそんな簡単にフリーのジャーナリストを捕まえることはしないだろうという読みがあって、今のところ秘密保護法で捕まった人は一人もいないということで、とにかくこの最高裁まで続けることによって、その間は警察も検察も下手な検挙はできないと、西山事件のようなことがあっても果たして本当に検挙できるのかっていうことだと思います。それでそれだけでも続ける意味があって、実際私はこの裁判続いている時に今日黒藪さんが陳述してくれましたけれども、自衛隊が安保法制閣議決定した時にですね、もう隊員家族連絡カードというのを配って、もう家族情報をこう詳細に書かせて、家族親族情報ですね、誰を戦場に行かせたらいいかの選別に入ってるっていうようなことも、スクープして、今でも捕まってませんけれども、それも果たしてこの裁判やってなかったらどうなってたかわからないというようなことだと思います。とにかくこの裁判続いてる間に我々原告43人がですね、さらにどんどんスクープをもう書いてですね、もうこの法律実際にもう使えないんだと、もうこれだけもいろいろ書かれちゃっても誰も捕まえられないんだっていう、法律だっていうことを明らかにできたらと思います。本日もどうもありがとうございました。それではこれで本日の報告集会を終わらせていただきます。ありがとうございました。